ケイムズ・ソーンのレンフルー男爵アンドルー・コリン・レンフルーは、イギリスの著名な考古学者である、ニューアーケオロジーのリーダーの一人で、先史時代言語学、考古遺伝学や、理心現象モデルなどの理論や、考古遺跡の略奪、破壊の防止についての業績が注目されてきた。放射性炭素年代測定の権威でもある。レンフルーは、ゲイン王語族の元凶がアナトリアにあって、農業の発展に伴い、まず、ギリシャへ移動してから徐々に拡大し、イタリア、シチリア、コルシカ、フランスの地中海岸、スペイン、ポルトガルに移っていったという仮説によってその名を知られている。コリン・レンフルーは、1937年、イングランド北部のストックトン・オンティーズに生まれ、イングランド南東部のハートフォードシャーにある、セント・オールバンズスクールに学び、1956年から1958年にかけてイギリス空軍の兵役に就いた。その後、ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジに入学し、考古学と人類学、自然科学を学び、1962年に卒業した。1965年にキクラデス諸島における新石器時代及び青銅器時代文化と対外関係と題する博士論文を提出して、その年にジェーン・ユーバンクと結婚した。1965年からシェフィールド大学で先史学と考古学の講師を務め、1968年から1970年の間にギリシャの下黒遺跡を調査した。また、1968年にはシェフィールドブライトサイド選挙区から保守党候補として立候補したが落選する一方、ロンドン古代学協会のフェローに選ばれている。1970年には、スコットランド古代学協会のフェローにも選ばれた。1972年、サウサンプトン大学で、バリー管理布教の公認として、考古学担当教授となった。サウサンプトン時代のレンフルーは、スコットランド北方オークニー諸島のカンターネス遺跡や、ギリシャのメロス島にある、フィラコピ遺跡の発掘調査を指揮している。1973年、レンフルーは文明以前、放射性炭素年代測定革命と先史時代のヨーロッパを表した。これはヨーロッパの先史文化の変革、発展は中東を起源としており、それがヨーロッパに普及したという仮説を論じようとするものであった。また、レンフルーはクルガン仮説の主張者であるマリア・ギンブタスと共に、下黒遺跡の調査をしている。1981年、レンフルーは、ケンブリッジ大学のディズニー教授職に選ばれて着任し、2004年に退職するまで教授職にあった。1987年、レンフルーは、考古学と言語、現インドヨーロッパ語族の起源の謎を表し、1990年、ケンブリッジ大附属のマクドナルド考古学研究所の所長となった。また、1986年から1999年まで、ケンブリッジ大学、ジーザスカレッジの学寮長を務めている。レンフルーは、2004年に、先史考古学の分野で名誉ある、バルザン賞を受賞した。同じ年に、ケンブリッジ大の職を辞し、アテネブリティッシュスクールの運営理事長になった。2005年から2006年には、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のコットセン考古学研究所の招聘研究者となった。なお彼は、1991年、ケイムズ・ソーンのレンフルー男爵として一大貴族に叙せられている。天然ガラスとも称されることの多い黒曜石は、一般に産地ごとの化学的組成が均質であることから、その化学組成に特徴がある場合、遺跡出土の黒曜石成石器の化学組成を、原産地ごとのそれと比較することによって産地を特定することが可能となっている。肉眼観察の限界を超えた理化学的分析法もいくつか開発されており、しかも産地の分布は地域的に限定されているため、今日では黒曜石は考古学的な産地同定にとって理想的な石材とみなされる。1960年代、レンフルーは J.R. キャンやディクソンと共に、アナトリアのネムルト山や板骨ケチ海産出する黒曜石の分析に取り組み、その成果を1966年、1968年に発表した。1964年、J.R. キャントレンフルは、黒曜石の科学的性質の際に着目し、これを用いて文化交流を後付ける画期的な方法論を提示した。これによって、材質分析や産地同定のみならず、遺跡や地域における使用石材の組み合わせ、さらには運搬や交換システムの研究が飛躍的に進展し、従来、遺物からは解き明かすことの難しい領域であった、先史時代の交易に関わる研究に道を開いた。アナトリア仮説及びチャタルヒュークも参照。レンフルー仮説とは、インドヨーロッパ語の元凶は、従来比較言語学の分野などで提唱されてきた南ロシアにあるのではなく、トルコ中部のアナトリアにあるとする仮説であり、これは1987年のアーキオロジー、アンドランゲージ、ザ・パズル・オブ・ザ・インド、ヨーロピアンオリジンズの中で詳細に展開されている。この仮説は、イギリス生まれのオーストラリアの考古学者、ピーター・ベルウッドと合わせ、農耕、言語拡散仮説と称することがあり、端的には、農耕と言語は互いに相伴って伝播したとする仮説である。ここでレンフルーは、言語学による先史時代研究の危険性をいくつもの事例を掲げて指摘し、印欧諸語に残された語彙や想定される言語彙から元凶の自然環境や制御などを類推する手法を批判している。民族と言語をイコールで結ぶのは誤りであるとし、また考古学の立場からインドヨーロッパ齟齬を話した集団とその拡散をもたらした歴史的背景を論じている。同時に従来ビーカー河原家と縄目分度器の分布から唱えられてきた諸説に対しても、新しい文化の出現は必ずしも新しい言語を話す集団の侵入を意味するものではないとして、土器形式を特定の言語グループと安易に結びつけることに批判を加えている。レンフルーは特定地域における言語変化のプロセスとして最初の入植地間継続的発達を挙げている。このうち最初の入植を考古学的に研究するのは容易であり、継続的発達に関してはそれを示す資料に書くことが多いので難しい。言語の置換に関しては特定の地域においてある言語が別の言語にとって変わる諸条件を考察することは可能であるとして、いくつかのモデルを提示している。一つは新しい言語を話す人々がある地域に大量に流入した結果、新しい言語が生まれるというモデルである。このプロセスが最も明瞭に現れるのは、それまで狩猟採集民だけが住んでいた地域に農耕がもたらされた場合である。狩猟採集期の人口密度と初期農耕開始時期のそれの比は1時50分に及び、この差は決定的である。イタリアの遺伝学者、ルイジ・ルーカ・カバッリス・フォルツァとアメリカ人考古学者、アルバート・アマーマンが共同で導き出した人口動態、食料生産モデルにおいて唱えられた波動説、すなわち初期農耕の電波の波動モデルによれば、住民数増大の波形は一貫して放射状に進むのであり、いわゆる植民とは区別できる拡散の様相を示す。言い換えれば、方角はどうであれ、最終的な結果としては、農耕は、すでに耕地化された地域から周囲に伝播していくのであり、平均すれば一定の速度でそれは進行するであろうと考えられる。これは、印欧語の広がりを考えるとき、極めて重要なモデルとなる。二つ目のモデルは、遊島民による支配である。異なった言語を話す、比較的小規模な組織的集団が、領域外から到来し、整備された軍事力を背景に、先住民を支配し、従属させるというものである。このモデルは移住者集団がすでに序列化された社会組織を持っていることが前提であり、定住地にも序列化があって、周辺の町には地方執政官の制度が敷かれる。古代ローマによるヨーロッパの征服はこのモデルの典型例である。三つ目は体制の崩壊である。初期国家や文明の中には、紀元前1110年以降の未経年文明や890年以降の低地マヤ文明などのように外部からの侵略や征服によらずして消滅したと考えられるものがある。しばしば暗黒時代と呼ばれる現象がそれであるが、その場合、集団の移動を招き、その地域で話されていた言葉に重大な結果をもたらす場合があると考えられる。例えば、内部危機を持つ中央勢力が辺境地帯から撤退したとき、その機に乗じて外部の小集団がその辺境を占領する場合があり、それにはローマ帝国崩壊期にブリタンニアを占領したアングロサクソン語を話す小集団の例がある。なお、レンフルーはこの3つのモデル以外に強制的移住、定住、移動による境界変化、贈与、需要の人口システムのモデルを掲げている。クレタ島のクノッソス宮殿このようないくつかの論点、あるいはモデルの提示の中で、間違いなく全ヨーロッパに決定的な影響を与えた主要なプロセスこそ農耕の開始であるとレンフルーは主張する。引用語は紀元前3500年から3000年頃にヨーロッパに伝播したとするクルガン説、ナワメ分度季節、ビーカー河原家説、カソボ文化説のいずれも全ヨーロッパに当てはめられるほどの広がりを持たないと彼は指摘する。現在ではヨーロッパにおける農耕民の定着の始まりは紀元前6000年以前のクレタ島を含むギリシャだろうと考えられているが、これは小麦を豆類と共に耕作し、羊やヤギを飼育する混合農業であった。放射性炭素年代測定によれば、農耕は紀元前6500年以前にギリシャに達していたと考えられ、紀元前3500年頃にはスコットランドの北端とオークニー諸島に到達していた。その間、上述の波動説を援用して、農耕文化は小規模な地域的移動と相まって長い年月をかけて全欧州へと次第に広まっていったというのがレンフルー仮説の骨子である。なお、中石器時代に先住の狩猟採集民が密に居住し、貝塚などによってかなり繁栄したであろうことを示す。地域においては、土着の中、チャタルヒュユク遺跡の指導復元模型さらにレンフルーは、アナトリア南部のチャタルヒュユクと、ギリシャ北部のネアニコメディアの両遺跡では、四角形の家屋設計、木組みと泥壁、開放型定住地設計などの建築様式、家畜を伴う混合農業、病と釘、装飾スタンプ、ベルトやファスナーといった付属品、あるいは土器における白塗りと指文様、レッド、オンクリーム塗り、モデルフェイスといった装飾面において文化的に互いに類似する要素が多いことを指摘しており、これらを踏まえて自らの仮説の試金石として以下のように引用書後の推移の概要を示している。アナトリアからギリシャへ引く、最終的にギリシャ語に至る北、ギリシャから第一次音帯へイリュリア語、トラキア語、ダキア語に至る、第一次音帯から大分土器へ引く中央ヨーロッパの言語に至る、大分土器からハラククテニとゲントリポリへ引く現在スラブ語が話されている地域の諸言語に至る、大分土器からスカンジナビアそして西方の北、フランスへ引く初期ゲルマン語、スカンジナビアの諸言語に至る西ギリシャからカルディウム河原系へイタリア諸言語に至るカルディウム河原系からイベリア半島の新石器時代へスペインポルトガルの初期の諸言語に至るカルディウム河原系から中北部フランスへフランスの初期ケルト諸言語に至る。そこに水位語が清北フランスと低地地帯からイギリス、アイルランドへイギリスとアイルランドの初期諸言語に至る。ここにケルト語とピクト語が含まれる。レンフルー仮説については、マリア・ギンブタスらのクルガン仮説のみならず、言語学の立場からの批判もある。レンフルー自身も、上記仮説をこれほど単純な図式化は危ういと述べているが、いずれにしても、彼は、陰王語族が通説より、はるかに古い起源を持つ可能性を指摘し、その起源を従来よりも4000年以上遡らせて、ゴードン・チャイルド以来のインドヨーロッパ問題に一つの回答を与えたのは確かである。また、その発想の原点である農耕、言語拡散仮説については、これに基づいて、インオウ語族のみならず、オーストロネシア語族、アフリカ大陸のバントゥー諸語、北米大陸のユトアステカ語族における検証が進んでおり、今後とも他の分野との協業を通じてその学際的研究の進展が大いに期待される。ロンドンにて、ローマ時代の金貨を見るレンフルーのその他の業績として知られているのは、ギリシャの遺跡の調査成果や分布状況から、初期の国家は20マイル四方の範囲で形成されたのではないかとして、初期国家単位の概念を提唱したことが挙げられる。また、黒曜石の交易の研究から、ある社会が単純な社会構造を持っている場合に、物が個人から個人、または集団から集団へ順番に交換されていく過程で、ある特定のものは原産地から離れるに従って、交易品に含まれる割合が減少するという、理心現象モデルを提唱した。具体的には、物を直接採集によって入手した集団を中心として物の行き来がありその集団の地域経済圏内では特定の物の含まれる割合はあまり変わらないが一旦その地域経済圏外へ出た場合に急速に減少するパターンをグラフで概念化した。消費地の中心地で再分配が行われる場合、交易に仲介者がいる場合、物の性格が維新材である場合、さらに物がある集団のセンターから他の集団のセンターへ運ばれて再分配が行われるケースなどを提示した。このグラフに示されるモデルはフォールオフモデルと呼ばれ、1990年代以降、レンフルーは社会、文化変化における認知的要因の重要性について探求する認知考古学を主導し、そこにおいてはポストプロセス考古学派からの言及を踏まえつつも、説明の客観性と過程における科学的方法重視の立場をとっている。ありがとうございます。